ャンネルみさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネルみさきです。なにぐぐぐぐぐぐぐ、なんか染みついた。何つけたん私に？今日はね、見て、大好きな赤にちゃん。こんにちは。私の親戚からカニが届きました。やったね、嬉しい。このカニ生でも食べれるらしく、今日は私がこのカニをさばいて食べようっていう動画です。いきなりさ、お土産でも親戚とかからでもカニが送られてきて、さあどうするってなるやん。普通にどうしたらいいんだろうってなるやん。見て、裏こんなん、どうしたらいいねんやん。で、私 YouTube で勉強しました。どうやってさばいたら一番簡単なのか、2種類違う感じで試してみて、どっちがいいのかでやっていきたいと思います。どっちの方が食べやすいかって感じやな。で、今回これはズワイガニらしい。あー、磯の香り。マジでカニ私大好物やからさ、めっちゃ嬉しい。カニってさ、夢中で食べれるよな。なんなんこれは、ほんまに。え、めっちゃ睨んでくる。めっちゃ怒ってる。あなたのことを私は今から食べる。ごめんね。では、さばいていきたいと思います。さあ、まず手順的にはこれ剥がす、甲羅取る、足取るで、カニ味噌が詰まってるからそこを残しつつ足さばいていく感じでいきたいと思います。で、夏のカニやからさ、ちょっと小ぶりなんよ。冬の方がやっぱでっかいやん。小ぶりやから逆にさばきにくいんかなとか思うけど、魚も一緒でさ、小ぶりなものをさばけたらでっかいのなんか余裕やから、小ぶりなものこそほど、間違った、小ぶりなものほどこそ、小ぶりなものこそ、小ぶりなカニこそさばけたらもう全カニさばけると思うから、やっていきます。やっていきます。まずカニのここを取る。ペロッとめくれるので、こうごっそりいっちゃいます。おー、味噌がもうオッケー。カニさばける女ってどう？無敵じゃない？カニさばける女かっこよってなれへん。とりあえず次はこうパカって半分ずつ割っていきます。これは真ん中を持って、足のところをパキって割る感じ。割れたら、ほら、ここでちぎる。この辺ももう取っちゃう。ああ、味噌が。で、味噌もついてくるから、ここに落とす。うおー、いい感じにめっちゃ味噌入ってる。カニ味噌は後でお酒ちょっとだけ入れて焼きたいと思う。で、次ここ。もう指で簡単にちぎれるので、ちぎってポイ。結構この辺は綺麗に取れるとこ取った方がいいと思う。虫ついてることが多いんやったかな。ここやね、このこんなんついてるのも一緒に取っとく。すぐ結構パキパキ取れちゃうんで。あ、もう身が出てきた。身を直して、はい、ここは綺麗な感じに取れました。ではもう半分も一緒、押さえて取る。うおー、どう？カニ味噌めちゃめちゃカニ味噌詰まってるってことはさ、この子めっちゃ賢いカニやったんかな。こんな感じで焼く前によ、ここまだ取り切れてない。ここもパキッと取っちゃう。私の力でもスッと取れちゃうぐらい、ちぎれちゃうぐらいなので。で、この顔の部分、ここもパキッと、ここ硬い、取れた。はい、こんな感じで綺麗に取れました。なあ、もうこれで飲めんでな。ここに日本酒入れて掴んで飲むのが最高、大好き。さあ、こっちもやっていく。いや、もうマジでさ、カニってさ、酒進みすぎるんよ。え、熱燗いってまうかもせん。カニっていろんな種類あるじゃないですか。松葉ガニ、タラバガニ、で今回のこのズワイガニ、いろんなんある中で皆さん何ガニが好きですか？カニって言ってもさ、もう何が何かは忘れちゃったけど、ヤドカリの種類やったり、まあカニやったりで、5本あるやつがヤドカリの種類やったっけ。手が5本。このズワイガニ
4本と5本目があるから、ズワイガニがヤドカリの種類やったかな。一くくりにカニって言うけど、ほんまはちょっとした親戚ぐらいの、まあ、遠い親戚って感じ。ちょっとずつこう違うらしい。アシたちさばいていく。ここが一番うまいねんな。まず全部を切り落としていく。爪やっぱ小ぶりやな。関節のところに包丁入れたらすぐ取れます。はい、オッケー。でここは焼いてもいいし鍋に入れてもいいし、こう真っ二つにしていきます。ちぎる。よし、こんな感じ。いよいよメイン、この足を切っていく。私が2通り試したいって言ってたのが、この足の切り方なんよ。お店とかで見るようにさ、こう薄く、ここだけ薄く切っていくやり方と、あともう一個は今回家で食べるようやからあれなんだけど、もうここに包丁、切り込みをバスッと入れちゃう。ほんならパキッて開いた時にもう身が全部食べれる感じ。どっちの方がいいのか、この2本だけをさばいて蒸して一回食べてみたいと思います。味見ってやつやな。とりあえず1個目、ここに包丁を入れて、こんな感じやな。こんな感じ、よう見るやんお店で。こんな感じにした方が食べやすいのか、かもうここにバスッと切り込みを。こうやって切り込みを入れてたら鍋でもした時にパカって取れるよってやつ。この両方をどっちの方が食べやすいのか検証していきたいと思います。皆さんどっちの方が食べやすいと思う？どうなんかな。まあ味は変われへんし美味しいんやけど、やっぱカニって食べやすさも重視されてくるのかなと思うよ。食べにくいやんだって。でも端っこまでさ、カニをそぎ落として食べたいやんか。なのでどっちの方が私がおすすめできるのかちょっとやっていきたいと思います。カニを蒸し器で蒸して食べたいと思う。とりあえずやっぱカニといえばサンバイズやから、サンバイズ作りながら待とうかな。なんな美味しいんやろな。サンバイズの作り方は、醤油が1、砂糖が2杯、酢が3杯。これでサンバイズ。そんな量いらんから黄金比な感じで、この比率さえ合ってたらサンバイズは少量から大量まで作れちゃう。はい、入れたからもうあとはぐる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 、砂糖が溶けるまで。みんなカニ料理って何が好き？私は焼きガニも捨てがたいし、普通にカニ鍋も出汁が出て美味しいし、カニの甘さ、最後雑炊する時の幸せ半端ないやん。あとはな、もう生で食べるカニ刺しもいいし、一応これ生食用やから1個生で食べようか。1個生で食べるようにさばくわ。さばかれへんかった、ちょっと失敗した。もううまい。ちょっとだけ。いただきます。うん、なにこれ、めっちゃうまい。ちょっと待ってくれ、めちゃめちゃうまいやん。あー最高、生きててよかった。カニ食べてたらさ無言になってまうけど、いけるな。生のカニ食べたらさ止まらんなったから、じゃじゃん、このカニ味噌入りコーラにちょっとだけお酒入れて、このままオーブントースターで焼いちゃうわ。あいつもううまいで。あーじゃ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 ん、熱い。ええ感じに蒸し上がった。茹でてない感じがもううまいやろ。匂いする。さあこんな感じ、よく見る感じは剥きやすいのか。で切り込み入れただけやから、こっちは身見えてないんやけど、どうなんかな。割っていく。きっと割ってどうなんやろ。取りやすいようにさ
あがーん。くそー。あ、でもさ、取れたわ。いい感じかも。では、うわーうまい。作ったサンバイズでいただきます。でも全然食べやすいわ。まず抜いてこっちから押すのとこっちから押しただけで全部出てきた。よし、次こっち。これはパキッと割って、まあまあ抜けるわな。抜けた後どうしたらいいんだ。うわー、やっちゃった。あ、割れちゃった。でも出てきたね。あ、こんな感じ。全然食べれるよ。割れた方も、うん、えい、いただきます。うん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 、うまい。うん、うますぎる。難しいところやな。でも私的にはやっぱこっちかな。こうここそぎ落としてくれてる方が食べやすかった気がする。難しいんやけど、そぎ落とすんがこっちの方が食べやすかったと思うので、皆さんおすすめ、こっちです。さあ、そうこうしているうちに、あいつも出来上がってきた。いや、うまいな、カニ。最後、ちょっとカニ味噌をお味見して終わろうかな。何動画？なった。うわ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 、お味見。くわー、うますぎる。